俺の股間は AWM。 はい、どうも、スコレです。今回はですね、お話ししていきますのが、まあですね、今日アップデートが入りまして、まあ専属ガチャ新しいやつですね。まあこれが実装されると、はい、いう風になっているわけなんですけれど、そんな実装されます専属ガチャですね、シーズン14と、あとシーズン13の専属ガチャがあると思うんですよね。はい。まあ今回は、そんなですね、二つの専属ガチャあると思うんですけれども、ちょっと比較していこうかなと。まあ僕は前にですね、専属ガチャシーズン14が、まあそこそこ優秀ですよって話をしたんですけれど、まあなぜ優秀なのかっていうのをですね、まあ今回ちょっと解説していこうかなと、はい、いうふうに思います。それではやっていく。はい、というわけで話していくわけなんですけれども、まあ、専属のですね、まあ、ガチャの方、まあ、今回もですね、コア行動にシーズン14から新しく始まるもの、これがあるんですけれども、まあ、前回と比べるとですね、まず金枠の数っていうのが、まあ、減っているという感じになっております。金枠の数が減るっていうのは、コア行動にとってはものすごくプラスなことなんですよね。基本的に金枠1台1台に、一つ一つに振られている確率が大きければ大きいほど、どういうガチャもですね、まあ、優秀というふうに考えていただいていいと思います。はい。まあ、ですので、まあ、次のですね、まあ、シーズン14のガチャっていうのは、一つのですね、金枠の車両、まあ、新しいジープですね。これに多くですね、確率の方が振られているんですよね。はい。新しいジープ、制服ですね。はい。これに振られている確率というのがですね、0.117% ですね。はい。対して、シーズン13の金枠車両で一番確率が振られているのは、あの、限定色の多い、紫色の多いがあったじゃないですか。はい。あれに多く振られておりました。そちらの確率が 0.036% です。はい。まあ、約ですね、まあ、3倍から4倍ぐらいの差っていうのが出ていると、もうこの時点でもう優秀さってのはもう間違いないんですよ。間違いないぐらいの優秀さっていうのが、まあ、表現されているというわけなんですよね。まあ、これによって何が起きるかっていうと、まず1台の金枠車両っていうのが出やすいです。はい。そして同じ車両が排出される確率が多いというわけで、まあ、イコールですね、まあ、荒野行動の最近の課題であるですね、金車チケットを作りたいっていうその欲求皆さんあると思います。まあ、基本金車チケットイコール大正義みたいな、そういうですね、環境になってきていると。まあ、例えば普通にね、オレンジマクラーレン作ったりとか、新しいリミットとかジープ持ってなかったらそちらを買っていったりとか、大量種持ってなかったらもう金チケットとかもうほぼほぼ必須みたいな風になるじゃないですか、荒野行動って。まあ、そんな中でいかにして金チケットを増やせるかっていうのが、やっぱりガチャで優秀か優秀じゃないか、そして当たりやすいか当たりづらいかっていうですね、そこにかかってきているという風になるわけなんですけれども、まあ、今回その確率っていうのがシーズン13と比べると3倍から4倍になっている。この事実はまず大きな要素の一つかなと、はい、いう風に思いますね。で、ちなみに荒野行動1万円課金した時に回せるガチャの回数が専属ガチャの場合47回となります。はい。まあ、勲章とかも皆さんね、ある程度取ってあると思いますんで、平均プラス3回増えるといたしまして、まあ、3回足してまあ、50回回すといたしましょう。はい。50回回した場合、まずですね、シーズン14の新金枠車両である制服 0.117% が当たる確率、1台以上出る確率っていうのが、約 5% ですね。はい。 5.69% となっております。対してですね、シーズン13のですね、まあ、専属金枠の車両だった、まあ、大井の限定色、これが一番確率高かったんですが、この大井の確率が 0.036% ですね。こちらを50回回した時に排出される確率っていうのが 1.78%、 だいたい 1.5%、まあ、2% ぐらいの確率ですね。はい。まあ、ここでもですね、やっぱり排出の差っていうのを目の当たりにすることが、ま、できるんですよね。はい。ほんと3倍、4倍ぐらい排出の可能性というのが変わってくるというわけで、まあ、それだけですね、まあ、金チケットを作りやすいのか、作りづらいのかっていうところですね。はい。まあ、そこに関わってくるこの要素っていうのが、3倍、4倍作りやすさが、チケットの作りやすさが変わるというわけで、まあ、ここの部分、まあ、一番大きいかなと。まあ、こうやって数字にして表すと、まあ、そして排出確率で表すと、まあ、改めて分かってもらいやすいかなっていう部分になるわけなんですよね。まあ、そしてプラス、僕は最初の方に言いましたけれど、金枠の歩数が少なければ少ないほど、そのガチャの優秀な部分が上がっていくっていう、まあ、金チケの作りやすさもそうですし、このゲームって基本的に確率が高ければ高いほど、まあ、その実数値、実際どれぐらい出やすいのかっていうのが変わってきます。逆に言うと低すぎると、まあ、出づらいっていう感じになっていて、まあ、前回のバトルパスっていうのは金枠めちゃくちゃ多かったですね。まず金枠の車に関しては12台入ってました。もう12台とか多すぎるんですよね。分散しすぎているんですよね。 0.3% を12台と分けると、もうほぼゴミみたいな確率にしかならないんで、マジで出ないっていう感じでした。対して次のですね、シーズン14のガチャに関しましては、金枠車両ですね、8台4台減っているっていうわけなんですよ。まあ、なんで、まあ、この部分でも当たりやすさってのはかなり変わってきているんですよ。そしてプラスして、まあ、金枠すべての個数、これをカウントしていきましょう。前回シーズン13の専属ガチャの場合はですね、金枠の個数なんと、35個あったんですよ。もう35個はね、圧倒的に
に多い。まあ、金枠の個数が多かったエヴァンゲリオンのガチャあったじゃないですか。あれよりもはるかに多い個数となっておりますので、相当多いです。こんなにね、分散していると、まあ、マジで金枠当たらないんですよ。まあ、実際その専属ガチャ、シーズン13、回されたことある方も多くいらっしゃると思います。まあ、実況者もですね、トレーニング物資、専属ガチャの方ですね、結構回されていた方多いと思うんですけれど、まあ、全体的に、まあ、金枠の排出っていうのが、まあ、低めだったと思うんですよね。まあ、中には缶ビーでいた方もいらっしゃるとは思うんですけれど、どう見てもね、下振れしていると、同じ 2.1% の他のガチャと比べると、まあ、下振れしているなっていうのが皆さんですね、まあ、見ていてわかる部分かなというふうに思います。まあ、それぐらいですね、確率が分散することによって、同じね、金枠の確率をすべて合計すると同じなんだけれども、実際のその実数値が下がっちゃうっていうね、こういう現象が起きてしまうんですよね。まあ、対して、シーズン14の専属ガチャの場合は、金枠すべての個数プラスしますと、まあ、27個。はい。かなりですね、下がってきているというわけで、まあ、それだけですね、シーズン14の方が、まあ、優秀というふうになっておりますので、まあ、例えばトレーニング勲章をね、多く保管していて、まあ、どの専属ガチャを回そうかな、みたいな、どっちを回そうかなというふうに、まあ、悩まれている方はですね、シーズン14の方を回した方が僕はいいんじゃないのかな、というふうに、まあ、個人的には思いますね。まあ、課金して回すほどではないですね。課金して、なんかその、例えば、金チケット欲しいな、とか、当てたいな、みたいな、増やしたいな、とか、あと、金幕車両欲しいな、っていうふうに思われている方は、まあ、金チケットだったら、まあ、栄光勲章のガチャ。そして、金幕車両が単純に欲しいな、というふうに思われている方は、まあ、コラボのガチャ。うん、こういうのが来た時に回していけばいいんじゃないのかな、というふうに思います。で、ここからはですね、まだ、リスナーさんたちの、まあ、ちょっと疑問とかに答えていこうかな、というふうに思います。まず、こちらですね、陳謝の手抜き感と、まあでも、荒野行動の車って、まあほぼほぼパクリの車やからですね。そういう意味では全部手抜きだと思いますよ。で、次ですね。めっちゃ紫枠感半端ない。これ本当に金枠と。まあ、今回のジープスキンのことでしょうね。まあ僕的にはオレンジ枠っぽいですよね。なんか、テイストがジャングルに似てるんで、なんかそんな感じかなっていう。黒いところとか。で、次こちらですね。AK として出てくれれば嬉しいのになと。あ、気持ちはわからんくもないです。わからんくもないですけれど、まあ、AK まずデスサイズがありますし、まあもう一つですね。AK って赤、純っていうのですね、赤を基準とした重機スキンめちゃくちゃ多いんですよね。まあ、他の重機スキンとの差別化がしづらいっていう、そこがあってちょっとね、赤い系の AK って最近避けられてきているような。まあ、最近ちょっとなんか出た AK って、まあ、例えばですね、まあ、ゴーゴー王者祭の金色とか、あと幽霊の白とか、そんなのが多いんで赤は避けられてますよね。まあ作られたとしてもエヴァンゲリオンの2号機みたいな、まあ、コラボレーションなんであれはまあ除外なんですけれど、オリジナルのその重機スキンっていう風に考えるとやっぱり赤はちょっと避けられてきておりますね。はい。で、次ですね。マクラーレンがなくなるから今引くとか言うやついるけれど、シーズン14のジープ確率高いから被せてマクラーレンに交換した方がいいよと。まあ、単純なマクラーレン狙いって考えると、シーズン14も微妙かもしれんですね。はい。まあ、栄光勲章のガチャにマクラーレンが入った時に狙うのが、まあ一番いいのかなっていうふうに思いますね。まあ、シーズン14の方に関しましては、まあ元々ですね、なんかの金車を持っていて、プラスですね、まあジープの方も被せを狙っていくみたいな、それぐらいがいいと思います。課金すべきガチャではないですね。はい。まあ金チケット、まあ、一番いいですね。作り方っていうのは、延々の消防隊コラボみたいな、まあ、あんな感じでですね、まあ、一台に多くですね、確率が振られているもの。特に 2% を超えてくると結構、まあ、大きいっていう部分がありますので、まあ、ぶっちゃけそこら辺が課金して手に入れるんだったら、一番いいのかなっていう。まあ、勲章使いどころないんだったら、シーズン14が直近では一番いいのかなっていう。まあ、そんな感じです。で、次ですね。モデル車は、メルセデス・ベンツ G63 ですかね、と。まあ、僕あんま車好きじゃないんで、好きじゃないっていうか、得意じゃないんで、まあ、調べてみました、これで。マジでそっくりですね、これ。マジでそっくり。もうまんまこれやんね。色が違うみたいな。模様が違うぐらいで、まあ、これの要素がめちゃくちゃ強いかなっていう感じです。まあ、そろそろなんか自分でデザインできんのすかね。こんだけ作っとったらできそうなもんですけどね。で、次ですね。いつ M860 の金銃出るんだよ。こっちは重心も取ってやってんだから、早来いよと。まあ、ショットガン金銃って全ての人が欲しいわけではないから、まあ、実装しづらいっすよね。でも僕思うのは、HK50 とか89式とかの金枠結構ポン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 出せないですか。まあ、あれ出すぐらいだったら、まあ、あの枠に M860 とか、まあ、ショットガン、サイガとか、まあ、サイガはいらんか、まあ、そこら辺のですね、まあ、金枠の重機スキン出してもいいと思うんですけれどね、コラボレーションでよく出すじゃないですか。まあ、正直、オレンジ枠でもいい感じだったら結構嬉しいじゃないですか。もうそろそろなんかコラボレーションで、なんかその、あまりの枠をショットガンに使うみたいな、ショットガン金枠とかオレンジ枠に使うみたいな、してくれませんかね。あ、あれはいらんす。進撃の巨人 M860 は必要ないです。で、次ですね、M4 じゃないのかよ、期待していたのにと。まあ、M4 は
なかなか混んでしょうね。前に M4 来た時も、一回バトルパスの解約が入ってますよね。システムの解約、レベルが上げづらくなったんですけれど、まあそれでもユーザーに課金させるためにですね、M4 を使ったみたいな感じで、まあ基本そういう解約がなければ、今後もですね、M4 が来ることっていうのは、まああまりないのかなと。まあもちろん 0% ではないですけれど、望みは薄いのかなっていう感じですね。まあ次ですね、ジープスキン、見た目ノーマルをデコっただけにしか見えない。まさか性能もノーマルと変わらない可能性あり。てか、来シーズンの報酬に魅力を感じない。ガチャ、枕ないし、交換、銃付けできないし、最近重いのもあるし、課金しない方向性でいこうかなと。まあ課金はね、うん、自由なんで、やりたいと思った時にすればいいかなと。常にするっていう、その前提で考えるのは、まあ微妙なのかなっていうふうに思いますね。はい。あと、ジープスキンなんですけれども、あれ相当性能高くないと、まあ使われないですよね。なんか見た目で言うとですね、車両抜きとかも多分されやすいでしょうし、そういう部分考えてもですね、よっぽどなんか初速が速くて、最高速も速いみたいな、まあそういう感じの車両じゃなかったら、まあちょっと微妙なのかなっていうふうに思います。で、次ですね。マクラーレンも機関 Z もガチャに入っていないのはなんか嫌だなと。せめてどちらかは入れて欲しかった。まあ僕思うんですけれど、こういうコメントって結構多いと思うんですが、マテキってこの中に入れないんですか？マテキってやっぱ皆さんから見ると、なんかやっぱスペック的に劣るんですかね？ちょっとわかんないですけれど、まあ機関 Z 僕個人的にあんま得意じゃなくて、好きじゃなくてですね。まあ運転はいいんですけれど、まあ車抜きされやすいんですよね。うん、上が透けてるんで、あんまり好きじゃないんですよ。これ同じ意見の人いますかね？運転はしやすいんですけれど、まあとにかくダメージが入るんで、あんま得意じゃないですね。それ使うぐらいだったら俺はマテキの方がいいかなって思ってるんですけれど、単純に使える車がマテキしかないから嫌とか、そんな感じなんですかね。で、次ですね。バトルパス無限化ができるようになってから、オレンジマクラーレンをあんまり作れないようにするために、今回は専属ガチにマクラーレン入れなかったのかなと。ああ、まあそういう考えもできますよね。まあただ、金チケットどっちにしろ作れるんで、そこまで関係はないのかなっていうふうに思いますね。まあ無限化できたとしても、まあそれで金チケット、オレンジマクラーレンをまあ作れるかっていうところを考えますと、難易度は多少は下がっているんですけれども、もうほんとちょっとなんですよね。そんななんか、ポン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 言うてね、出せないっすよ。うん。被るほどね、金車を出せるっていう風なわけではございませんので、そこまで影響はないのかなっていう風に思いますね。まあ単純にずっとマクラーレン今年続けてましたから、それで避けてきているっていうのと、まあ、3周年と年末考えてっていうね、まあ、そこら辺全部合わせた結果なんでしょうね。はい。で、次ですね。スコアラさんはバトルパス買いますかと。まあ僕ですね、今シーズン残り3日で解放しましたね。はい。まあ、本枠をライブで使いよったら、なんかレベル100超えたんで、もうこれ解放しとこうかな、みたいな。うん。で、本枠僕マイナス金券じゃないですか。お絵かけん事件で。はい。なんですけれど、マイナス金券でも贈呈を使ったら送ることができるんで、まあ、SS アカウントから贈呈使って送ってですね、まあ、そのバトルパス解放させてもらいました。はい。まあ、来シーズン以降は僕、もうバトルパス解放無限化できるんで、まあ、それをぼちぼちやっていこうかなっていう。まあ、なんで、まあ、買うというか、無課金で、まあ、無料で解放しようかなっていう、そんな感じですね。はい。まあ、こんな感じでいろんな情報を動画にしておりますので、チャンネル登録、高評価、通知のオンよろしくお願いします。Twitter やってます。フォロバしろと言われたら、フォロバしますので、よろしくです。TikTok、ミルダム、そちらの2つやってます。ミルダムの方では、すべてのリスマラライブやっておりますので、リスマラの恩恵得たいなという人はそちら来てください。よろしくお願いします。動画はコメント欄、コミュニティ欄の方でギフトカードがもらえるようなキャンペーンもやっておりますので、そちらもよろしくです。LINE の方で、動画の通知や最新情報の方もお届けしておりますので、そちらもよろしくお願いします。サブチャンネルでもぼちぼち料理動画出してますんで、よかったらそちらもご視聴していただけると嬉しいです。そんな感じです。それでは。